はい、では降ります。はい、カブト沼駅です。今信号が青に変わりました。雨がようけ降ってきましたね。ちょっとこの雨は辛いな。早く駅の建物の中に入りましょう。これはやばい。しかもこれ結構な本降、私が昨日富良野で浴びた雨がもうここに来たような感じの雨ですね。はい、念願の兜沼駅ですね。はい、ではちっぽけな駅でも駅舎でもあるとないじゃえらい違いです。では、はい、再び JR、JR 兜沼駅でございます。兜沼駅ですね。いや、やっと来たっていう印象です。今まで来ようと思っていてもなかなか来ることのできなかった JR 兜沼駅。右側に豊富って書いてあるけど、これ右の方に駅があったのか。そんな前の話じゃないっすよね。で、しかもこれシールじゃなくてネジ止めしてありますね、これ。まあ看板掛け替えるよりは明らかに安上がりですよね。またちょっと雨足が強くなってきました。さあ、ちょっと今6時9分、朝ですね、朝6時9分。時間がまだまだありますので、駅の様子をですね、こうウォッチしながら、踏切を見てこようかなと。だいたいここ踏切を2箇所あって2箇所見たら40分ぐらい時間を消費できるかなと。あと約1時間半ちょっと時間がありますんで、時間はたくさんあります。これ左側にも線路があって、保守用の車両を留置することができる、配線になっています。今はちょうど止まってはいませんが、線路の錆びつき具合がそんなにないので、普段から使ってるんでしょうね。はい、JR 兜沼駅ですね。札幌駅で拾っといた傘がこんな役に立つとはありがたやです。気温は結構寒いですね。これ秋ですね、東京だと。もう、まあ、今はここも秋なんですけど、兜沼駅、これは兜なんですかね。あのモチーフにしてるのは単なる偶然のデザインなのか。こんなに雨降られ、まあまあ、あの野球観戦と違って雨でもその本人のやる気次第で見て回れますんで全然いいんですけどね。また昨日は野球観戦中止になりましたからね。雨でございました。じゃあちょっとカメラを出そうかな。ちょっと取材をしますんで一旦動画止めます。
はい、それでは駅から歩いております。いきなりこれ廃屋だよね。奥には携帯電話の基地局が見えますが、後ろを振り返ると兜沼駅です。はい、昨夜乗った宗谷バスの、高速稚内夜行便ですね、かなり快適でしたね。私その前の日、旅行準備のためあんまり寝てなくて、それが効いたのかぐっすり、おかげでねゆっくり寝れましたね。ただ残念だったのは、私の座った席が A 席、左側の窓側だったんですが、3列シートの夜行バスに乗ったことある方はご存知だと思うんですが、3列シートって、A と B は、これ左が兜沼郵便局ですね。さすがに6時台には空いてません。その右はこれなんだ？うわー、これちょっと興味深いぞ、これ。兜沼郷土資料室。いやー、これはちょっと一度のみ、覗いてみたいね。閉館日って書いてあるんですけど、ここが兜沼のメインストリートになるんでしょうか。ちょうど郵便局と資料室の間に開拓記念碑が立っています。サロベツ館っていう、いつ空いてんのかというと5月から10月の土日の9時4時ですって、豊富町の教育委員会に問い合わせろというふうに出ています。これは興味深い、一度来てみたいけど、土日ね、土日って野球観戦してるからな、あんまり来ないんだよな。そしてこの先には、住民合意のない地層研究所 NO って書いてくる、これ NO だよね、 NO。 ちょっとこれ記念碑まで立っています。あ、車が来ましたね。お、ここは豊富町の発祥の地っていうふうに書いてますね。碑文が書いてあるんですが、なんて書いたんですかね。ちょっと全部読んでる時間はあまりないので、興味ある方動画止めていただいて、画像の画面拡大して読んでいただくか、これウェブに出てませんかね。平成14年10月に、この碑文が書かれてますね。言われてみればこの記念碑そんな古くなさそうですもんね。平成14年、平成って31年まであったのかな、あったんでそんなに古いものじゃないですね。今は令和5年の10月でございます。その脇にはもうまるで記念碑の宝庫ですな。なんですかこれ、陽子って誰だ、ちょっと、ああ、愛しき妻の永眠にあたり、ちょっとこれ何、さざ波会一同、これなんでここに、あ、これお墓ですかこれ、あ、区碑、お墓ではなく誰かが亡くなられたんで、それを偲ぶための区碑が、これ区碑って区、これね。この妻、豊臣氏徳光の早川達夫さんの奥様、この早川と達夫さんってのが誰なのかよくわからないんですけど、ねえ、本人じゃなくて、その人の奥さんの、追悼の、
追悼の句碑っていうのもなかなか見ないですよね。まあ考えようによっちゃ公私混同って言われて、まあ、ひょっとしたらこれあのなんだ孫慶と豊臣長だか長長さんのなんですかね、ちょっと調べないで話してますけど、はい。それでは今兜沼方面に向かって歩いております。はい、では一旦止めます。はい、踏切が近づいてまいりましたが、その前にヒグマに出会わないために令和5年8月30日に出没を確認してるそうです。8月30日って大体2ヶ月ぐらい前ですね。ヒグマ今や札幌市でも普通に見るような時代ですからね。あのヒグマ、まあ、あの人間の気配がすると近づいてこないってよく言いますよね。だから一番いいのは人慣れしないことですよね。あの餌を与えたりすると人慣れしてしまったりするし、餌を例えば餌になりうるようなものを例えばポイ捨てすると、ね、最近はあの餌を求めて人里に降りてくるクマがいっぱいいるみたいなので気をつけないといけません。はい、踏切です。ではちょっと踏切の取材活動をします。はい、兜沼の駅の、少し旭川方にあります 西13線踏切です。西13線踏切、はい。では、おそらくね、この後ぼちぼち稚内から来るサロベツ2号が来るはずなんですが、ここが兜沼オートキャンプ場の入り口ということになっています。はい、熊の出没に怯えながらですね、ただ幸いにして先ほど降っていた雨一時的に上がっています。ただ7時10分頃にまた雨予報が出ていますね。これも比較的新しい建物ですね。オートキャンプ場の係員の人が詰めるのかな。それにしてはあんまり手が入ってるように見えないくさいクソボーボーですね。まあ、はい、ではオートキャンプ場の脇到着まで一旦止めます。ありがとうございます。はい、稚内の豊臣町にある踏切を回っているんですが、今鹿が見えましたね。あんま近づきたくないな。ちょっと待って、これどうやって行くの。こんなか、え、ちょっと待って、これは無理だな。戻れ戻れ。Google マップを信じた私がアホでしたね。戻りましょう。時刻7時ちょっと過ぎ、7時33分の稚内行きに乗りたいので、ちょっと今オートキャンプ場の中に入っています。 Google マップの通りに来てしまった私がアホでしたね。先ほど駅のショートカットのルートを見つけたので、そこを通って駅に戻りましょう。今鹿のお尻が見えましたね。怖っ。先ほど乗った名寄駅普通列車も誘致の駅の
手前で鹿に遭遇していましたので、まあ鹿本当に昨日も JR 北海道のホームページ見ると鹿でだいぶ列車が遅延していたりね。その前の一昨日かな、宗谷線でなんかねえらい立ち往生があったみたいで、昨日だっけな、確か札沼線、学園都市線ですかね、あの車両がどっかで立ち往生して、これはあの鹿とか熊ではなく車両マターらしいんですけど、なかなかね一筋縄ではいきませんね。はい、今駅へのショートカットを先ほど見つけたんでそこまで歩いているんですが、もうちょっとすると左にそれる道が、道っていうか何つんですかね、まああるんで行ってみようかなというふうに思っています。カブト沼の駅もですね、風の噂では廃止が検討されているようですね。正式決定ではないものの、JR 北海道は宗谷線の北端部、名寄から先を特急専用にしようと企ててるんではないかという話もないことはないので、まあ、そうだとすれば、駅ほとんど特急停車駅とされている、名寄から先ですと美深、音威子府、天塩中川、天塩中川、幌延、豊富、南稚内、稚内と、これしか駅が残んないんじゃないかというふうにされています。そうすることによって JR 北海道は普通列車を運転する必要がなくなるので相当なコストダウンにつながります。普通列車を運転しないということはその分乗務員と運転士の、乗務員か運転士でしょうかと、車両の配置整備を必要がなくなるので、それ特急列車が今1日3往復走っていますが、それだけで済むわけですから。で確か宗谷線って貨物列車ないはずなんで、あここですね、ここで、一応なんでここだって分かったかというと、これ路面にですね JR 兜沼駅って書いたんですよ。なのでこれを信じて進めば7時10分、10分ちょっと過ぎには駅に着くんではなかろうかと、ただね雨降ってるんで、雨こういう、道路は、あの道は、もう靴が冷たい、昨日せっかく靴下変えたのに、今日はホテル着いたら洗濯祭りだな。あの洗濯って1時間潰れるんで、あんまりねえ、あの旅行先で洗濯ってしたくないんですけど、でもしないと着るものなくなっちゃいますからね。あの旅行で一番の荷物というのは、衣類と充電系の荷物、これが一番重たく場所を取る。何も衣類は重たいことはないんですけど、まあ、幸い私はあの男性なのでそんなに衣類で重たくなる、あの荷物をの場所を取ることはないんですが、あのおしゃれ女子は大変ですよね。ちなみにこんな感じです。奥が兜沼ですね。無事鹿には遭遇したけど、熊には遭遇することなく、戻ってこれました。踏切2箇所見る予定だったんですが、今のような状況だったんで1箇所だけにとどまりました。はい、兜沼駅の裏側に出てまいりました。
カブト沼は豊富町の発祥の地ということになってるようですね。私正直豊富町ってあんまり出歩いたことがないんですよ。あの豊富駅もあんまり長居したことないんですよね。興味深いのは、あの先ほどあの脳を突きつけられていた地層研究所、あれ一回見に行ってみたいんですよね。一応バスの便もあるっちゃあるんですよね。沿岸バス乗れて行けばいいらしいんで、豊富の駅からか、もしくはあの留萌駅から、あ、まあ、留萌駅もなくなっちゃったもんな。はい、 JR 兜沼駅の裏に戻ってまいりました。疲れた、結構歩いたな。続いて JR 有地駅に向かって、列車に乗る予定です。所要時間列車で3分なんですが、なかなかいい感じで離れているので当然列車で行きます。雨も降ってるしね。いやー、よう歩いた。はい、では兜沼駅戻ってまいりました。ありがとうございました。はい、時刻は7時32分、JR 兜沼駅です。ただいまですね、運転なんちゃらセンターから、アナウンスが流れまして、25分ほど列車がディレイしているということです。25分ということは、まあ、きっちり25分ということはないでしょうけど、今33分で定刻が33分なんで、43分、53分、58分、8時前ですかね。では、一回、戻ろうかなと。この駅のユーザーさん、7時台、おそらく稚内方面の学校に通う学生さんが男女1名ずつ、計2名いらっしゃいましたね。お一人様は駅まで歩いて、お一人様はお車で送迎されておられました。おそらく彼女が卒業するんで、駅の廃止をって思ってたんですが、あんま関係ないみたいですね、宗谷線の駅の廃止に関しては。単純に運行経費を削減するために、普通列車を減らしたいっていうことで、利用者がいようがいまいが廃止にするっていうことのが、有力なんじゃないのかなというふうにこの場合は思います。アイシングでいいと思いますが、あの他の路線はあの学生さんの駅そのものを廃止するということで、学生さんの定期券発売状況や、学校へのヒアリングで、学校や自治体へのヒアリングで子どもがいないことを、利用者になりうるそうな人がいないことを確認して廃止をしてるんですが、この宗谷線の駅の場合は、まあ、この駅や誘致の駅の周り、いろいろと人も住んでるし、子どもさんもいらっしゃると思うんですが、確かあのバスの実証実験もしてたんで、そっちにシフトさせようっていうことなんでしょうね。JR さんはもうもはやローカル輸送は、宗谷線に関しては興味がないと。いうのが実情のようですね。はい、この駅のユーザーさんがお二人、稚内方面に利用者お二人いらっしゃるということが分かりました。上り方向の列車って確か11時台までないはずなんで、使いたければ5時台に来いということなんでしょうけど、はい、では一旦止めます。はい、兜沼駅7時33分発の稚内行きの列車待ち中です。時刻は8時を2分ほど回っていますが、まだ列車が参りません。7時32分の段階で25分ほど遅れてるって言うんですが、遅れは拡大しているようですね。ここに来て風も雨も、あ、列車来ますね。
せましてきました。うわー、ここで傘が壊れました。傘壊れるの痛いな。はい、列車も参りました。今時刻が8時3分。だいたい何分遅れですかね、30分遅れですか。はい、列車乗ります。